私生でブラックサーモンピンク見るの初めて。だいぶ名前パクってるけど大丈夫？マジで絶対今度来るアイドルだから来れたのすごいよ。そうなんだ。ファンミーティングって何するの？ブルサーモンピンとファンが集まって、あ、始まる。ファンの皆さんおはようございます。かわいい。それでは全員揃いましたのでファンミーティングを始めさせていただきます。片言かわいいな。こんな感じなんだファンミって。では本日のテーマはこちらですね。現状と今後のブラックサーモンピンクについて。テーマ何これ？あ、これについて話すってこと？最近ちょっと数字が落ち込んでるよね。 PV の再生回数、グッズの売り上げ、ブログのコメント数、全部落ち込んでる。めっちゃ生々しい話するじゃん。え、これ本当の会議？ PV 一人最低50回、グッズは最低3万円買う。これみんなできてる？え、なんかいきなりめっちゃ怒られてる。できてますか？うるさいよ。それでは意見ある人。うるさい。もうちょい SNS でバズるような楽曲を作った方がいいと思う。なるほどね。イヒョン、今のちゃんと議事録取っておいてね。議事録取ってる人もいる。ユンはどう思う？ごめん、 Wi-Fi 悪くてあんまり聞こえなかった。リモートで会議参加してる人もいる。せめて現場来てよ。これがブルサーモンピンのファンミだから。ブルサーモンピンってリアクション何なの？語呂悪い。現状今私たちが抱えている問題がこちらです。パンの胡椒、炙りサーモン、ダサい問題。ダサいって言ってやれないよ、ファンの前で。 MV のアイデア枯渇問題。駆け出しすぎてるって、ファン関係ないじゃん。恋愛禁止って本当に必要？恋愛したいんだ。さらけ出しすぎだな。ドラマ出たいとちょいちょい言い出して路線変更しようとしてるメンバーがいる件について。ギクシャクしてるな。今の時代、事務所に所属するメリットって？こんなところで言うな。関係者もいるんでしょ。海面上昇問題。すごいところまで解決しようとしてる。本当のライバルは犬なのでは？どういうこと？迷走してるな。てか全部ここで聞きたくない話ばっかだよこれ。アイドルとして大丈夫？やっぱ一緒に問題を共有できて一緒に成長できるのが嬉しいからね。ああ、そういうもんなの？で、全部は話しきれないから今日の一番のアジェンダがこれね。来週の週刊誌への対応。取られたんだ。ファンの前でこんな話して大丈夫？どうする？どうするこれ。あ、めっちゃ動揺してる。あ、取られたの絶対あの子だな。基礎かな。もみ消せもあるよね。怖っ。500万まで出すよ。協力的だな。ショックじゃないんだ。ユンどう思う？ごめん、今ウーバー届いたから待って。ユンやる気ないな。まとまらないか。じゃあこれ宿題ね。各自持ち帰って。いや自分で考える。それではサイン会に移りたいと思います。やったー。あー、なんかやっとそれっぽいのやるんだ。それでは皆さん、今日話したことを外部に漏らさないように秘密保持契約書にサインお願いします。もう帰ろう。